今回もいろんな種類の球根をね、植え付けをしていきたいと思います。これを見ていただいて、ね、この球根はこんな風に育つんだなとか、この球根は球の形をしているんだなと、皆さんも一緒にですね、育っていくのを見てもらえたらとても嬉しいです。わ、これ植え付け見るとね、やってたかもしれないですね。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は球根の植え付けシリーズ第3弾ということで、今回も球根、いろんな種類の球根をね、植え付けをしていきたいと思います。僕も初めて育てる球根がいっぱいありますので、これを見ていただいて、ね、この球根はこんな風に育つんだなとか、この球根は球の形をしているんだなと、皆さんも一緒にですね、育っていくのを見てもらえたらとても嬉しいです。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はね、もう本当球根第3弾の植え付けをしていきたいと思います。実際に今日植えるのは、まず一つ目がこちら、こちらです。綺麗でしょこれ。こちら花ニラ、花ニラになります。こちらね、英名だとアイフェイオンっていうのかな、アイフェイオン。和名だと花ニラって、なんか和名にした瞬間なんかね、綺麗な感じ薄れてしまうんですけども、花はねとっても綺麗な感じなので、まず一つ目これを植え付けていきたいと思います。で次に植え付けるのが、皆さんこちら、こちらもね見るとすごい超綺麗じゃないですか。なんかヒヤシンスみたいな感じで、こちらカスキニアっていう品種になります。球根になります。これをね、僕も今回本当に初めて植え付けするんで、どんな感じ育っていくかもですね、皆さんと一緒に見えていけたらと思います。次がじゃじゃん、こちらシラ。次はこのシラを植え付けていきます。こちらシラの中でもカンパニュラータブルーっていうような品種だったりして、よく見るとねカンパニュラみたいな花の形をしているので、おそらくカンパニュラータというかと思うんですけども、こんな感じで本当にいろんなね球根がありますので、今回はねこの3つを実際に植え付けをやっていこうと思います。では早速ね、花ニラから植え付けをしていきましょう。花ニラっていうね球根がねあるとね思いませんよね。これニラの仲間だと思うんですけども、違うのかな。実際にどんな感じかね、植え付けをしていきたいと思います。ほんとね、花ニラの方もこれ後ろに見てみると、植え付け時期が12月いっぱいまで、多分これね本当は暖かい地域じゃないといけないかと思うんですけども、もうね鳥取県雪降ってきてるんですけど、今日は12月の17日になります。まずね植えていきましょう。こちら花ニラのシャルロットビショップっていうね、これ綺麗ですよね。草丈は15から20センチであまりね大きくならないので、鉢とかで、ね、育てたらこんもりになっていいかもしれないですね。ではね、この花稲のシャルロットビショップからね植え付けをしていきます。ではまず土を適量入れていきます。でこれにいつも入れてるこちら元肥としてマグアンプ系を入れていきます。だいたいざっくり一つまみですね。じゃあね、花稲のこちらシャルロットビショップ植えていきます。球根を見るとこんな感じで細長い球根をしています。なんか匂いすごい、なんか甘い匂いがしますね。ちょっとあ、でもちょっとねこれ球根だいぶ傷んじゃってるかもしれないんですけどね、実際に芽が出るかちょっと見ていきましょう。でこれどっちが上か下かがね分かりやすいですね。これちょっと根っこが残ってるので、こっちが下なので根っこが出る方なので、こういう風に上向きにしてとんがってるを上にして植えていきたいと思います。こういったちっちゃい球根は穴を掘ってね植えた方が植えやすいと思うので、ちょっと土を足してこんな感じでぼーっと植え付けていきます。よいしょ、どんな感じでね花が咲くか楽しみですよね。だいたいね3センチ4センチぐらいね、ちょっと土の中に入れていきます。
よいしょ。よいしょ。でもね、よく匂うとね、ちょっとほのかになんかニラとかなんか、やっぱし、なんか、なんて言うんだろう。ニンニクっぽいような匂いが若干しなくもないですよね、これ。よっしゃ。これで植え付け完成です。花ニラのシャルロットビショップ。はい。花ニラね、もう一種類、ブルーのやつがあるので、それも今から植えていきます。こちら。じゃん。星の形をして、とても綺麗じゃないですか。ね、これも植えていきます。形はさっきのピンクに比べてちょっとこちらの方が丸みを帯びてる感じがしますね。こんな感じで、ちょっとねさっきのピンクの中細かったんですけど、これはちょっとね丸っこい感じがします。でも何個柔らかいな。あ、これ皮なのか。あ、すごい、なんか周りも球根かと思ったら、これちょっと皮ですね。球根の剥くと球根が出てきた。なんかちょっとブーブーしてるから、ちょっとだいぶ寒さで弱ってるかもしれないですね。これね、もしかしたらうまく咲かないかも。ちょっと球根ブーブーしてるな。まあいいや、ちょっとね、それで植え付けをしていきます。これも同じように土を追加して、よいしょ。きっとね、咲いてくれると信じて植えていきます。よいしょ。同じようにね、これも3センチぐらい深くね植えていきます。はい、あ、そうだ、名前いけなかったね。これ花ニラのロルフフィードラーという品種になります。はい、次はこれね、ちょっと僕も楽しみなんですけど、パスキニア、ね、とても綺麗な品種ですね。パスキニアのリバティカブルーっていう品種と、パスキニアのリバティカアルバ、白いのがアルバですね、ブルーの方が青い方、これをね植えていきます。これも草丈ね、そんなに10から20センチぐらいしかならないので、これもね鉢で植えた方がもしかしたら鉢向きかもしれないですね。これはなんかすごい、これは結構球根がちっちゃいんですけど、10センチぐらい深植えしてくださいって書いてあるんですけども、僕の独断でいくとこれも3センチ4センチぐらいでいいかなと思いますんで、ね、それで植え付けをしていきましょう。土を足して、これはなんかちょっとチューリップのねちっちゃいような感じの球根になってますよね。尖っている方が上になります。尖っている方が上で、下の方ね、この扁平な方が根っこが出る方ですね。匂いはしませんね。ニンニクみたいな匂いとか特にしないですね。じゃあ植えていきましょう。よいしょ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 。ちょっとね密植しすぎかもしれないんですけど、まあ多分豪華に咲いてくれるんでいいでしょう。よいしょ、ね、たくさん植えるとね、お庭だったらいいんですけど、鉢がねすごく多くなっちゃうんでね。これでパスキニアのブルー、パスキニアのリバティカブルーの植え付け完了です。次はねホワイトを植えていきます。ホワイトも同じように土を最初にちょっと追加して、球根はブルーと同じ感じなんですけど、ちょっとちっちゃい、ちょっとねブルーよりちょっとね小粒かなっていう感じの球根ですね。さあ植えていきます。全部咲かなかったらどうしようかな。寒いね、ちょっと球根もねブヨブヨしてるんですよね。でちょっとねこれね芽が出てるものもこんな感じで、芽が出てるものもあるんですけども、やっぱ太平洋の方羨ましいですね。冬もうなんか2、3日前から雪予報になった瞬間にもう鳥取県ずっとなんか白銀の世界になっちゃってるんで、いやー太平洋とか四国とか関東の人はねちょっと羨ましいですよね。はい、
パツキニアのリバティカアルバですね。はい、OK です。次行きましょう。はい、次はこのシラー、まずはシラーのカンパニュラータロゼアから、こちらから植え付けをしていきます。これ植え付け見るとね、やってたかもしれないですね。11月までが適ですよってなってるんで、ちょっとね実際にどうなるかちょっとわからないんですけども、まあ、植え付けしていきましょう。あらら、球根はこんな感じで、ね、ちょっと、ね、丸いというか、多分こっち寒さにやられてちょっと傷んでるな、傷んでる感じがするけど、ちょっとねブヨブヨしてますね。ちょっともうすでにちょっと寒さに弱いのかな。ちょっと一個向いてみましょうか。あ、でもこう見てください、こんな感じで根がね動いてきてますね。新芽が動いてきてる。新芽動いて、取っちゃったあれだけど、ちょっとこれはね、やっぱし球根でもね、寒さにやっぱし弱いものとね、強いものありますね。このシラはちょっと寒さにこれもね置いとくと弱くてやられちゃう感じがしますね。なのでやっぱし少し他の品種よりも若干植え付け時期が早かったりするんじゃないかなと思います。ただまあ多分全部かかれないと思うんで。入れていきましょう。はい、カンパニュラータロゼア完成です。次が同じくカンパニュラータのこちらブルーですね。植え付けていきます。ブルー、同じようにマガンプ系を入れて、これもさっきのピンクみたいな感じでちょっとね芽が動いてきてますね。こんな感じ見てください、ピンクみたいに芽が動いてます。早く入れてあげないといけないですね。よいしょ、芽が出てるのでちょっとこれ分かりにくいですね。なんかすごいピーナッツみたいな形をしてますよ。芽が出てるからこっちが上かなと思ったりするけど、ちょっと分かりにくいなこれね、うん、よいしょよいしょよいしょ、芽が出てる場合はちょっとね新芽を傷つけないように植えてあげるのがコツになったりします。やっぱり、ね、そこを傷つけちゃうと腐って弱る原因になったりしますので、そこだけね、ちょっと気をつけて植えてあげるといいかなと僕は思います。よいしょ。で、しっかり土を上にかけます。はい、次が、今日のラスト。こちら。こちらもシラーのイングリッシュブルーベルというちょっとね、変わった咲き方をするシラーですね。これもちょっと咲いたら綺麗そう。草丈が15-30cm。これ見るとね、もっと草丈あるように見えるんですけども、思ったよりね、そこまで草丈伸びない感じですね。よいしょ。これも同じように。あ、なんか傷んでるな。やっぱし、ちょっと傷んでますね。ちょっとブヨブヨしてる。よいしょ。上と下をちゃんと見極めて、なんか黄色い梅干しみたいな感じに。なっていますけど、よいしょ、うん、チューリップとかはね12月にいても多分問題ないと思うんですけど、ちょっとシラーはね遅いのは実はいけなかったりするっていうのはね今回初めて聞きましたね。ただねこれ咲いてくれたらいいんだけどっていうところですね。よいしょよいしょ、これでイングリッシュラーのイングリッシュブルーベル
の植え付け完了です。はい、ということで今回はあまり皆さんも馴染みがないパスキニアだったりシラーだったりハナリナの球根を植え付けました。実際に今日が12月の17日なのでちょっとねシラーとか球根がちょっとプニプニしてたのでちょっと大丈夫かなっていうところも心配もあるんですけども、これからどうなっていくかをですね経過観測していきたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思った方ぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。